原楽50奏曲第3番波長長計515は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが第4番と短長計516と、ほぼ同時期に、1787年の春頃に作曲し、同年4月19日に完成させた作品。演奏時間は約35分。モーツァルトが31歳、全盛期といっていい時期に作曲された。 6曲あるモーツァルトの弦楽50奏曲のうち、第4番と単調計516と、この2曲は、波長調、と単調のペアで作曲され、翌年1788年に作曲された、公共曲第40番と単調計550と、公共曲第41番波長調計551、ジュピターのペアとも犠せられる。美しい感情楽章と、見事な構成を持つ。 修学賞は確かにモーツァルト前世紀の完成度を持ち、この第3番は室内学の分野において公共曲ジュピターにシュール風格を持つと評価される。また他の弦楽五重奏曲とは異なり、バイオリンとチェロとの掛け合いが多く見られることも注目に値する。なお、初版では第2学賞と第3学賞が現在のものとは逆であった。 この楽章配置による演奏も一部では行われている。第4番とともに、モーツァルトは借金を重ねていたヨハン・ミハイル・プフベルクのところから予約出版することを、翌1788年4月2日に、ウィーン新聞で発表していたが、売れ行きがかんばしくなかったために出版を1年、延長すると6月25日に、同新聞で発表し、 結局出版は1789年になって、アルタリア社から行われた。第1バイオリン、第2バイオリン、第1ビオラ、第2ビオラ、チェロ派長長、4分の4拍子。そなた形式。内政賛成による和音の刻みを背景に、チェロと第1バイオリンが力強い第1主題を提示する。ヘ長長、4分の3拍子。そなた形式。 モーツァルトの音楽の中でも無類の美しさを持つもの。第一バイオリンと第一ビオラの二重競争曲的な対話により音楽は進められる。波長長、四分の三拍子。複合三部形式。あふれる楽奏が五世で展開される。トリオは絵長長。波長長、四分の二拍子。ロンド風のソナタ形式。比較的単純な二つの主題が様々に変化され。 439小説にも及ぶ大きな構成を持つ修学賞である。五星は完全に駆使され豊かな響きを奏でる。ありがとうございます。